東京競馬場のメインレース出走メンバーの登場です。11レースはリアキステイクス両サイドのオープンダートコース 1400m 出走メンバーは16頭です。1番ブルーリアリーネ今日の馬体重は 492kg 前回からプラス 2kg です。鞍上はミルトネンブロ体重量 57kg 2番ヘラソールの後ろの登場馬体重は 472kg マイナス6ボディの際の 56kg 3番レーションベンガルは 478kg マイナス6丸山元気 56kg 4番鈴鹿コーズライン520kg マイナス2坂井学 58kg 5番名称天水は 518kg マイナス2芝田よしこに 57kg そして6番ケイオス馬体重が 456kg マイナス8横山武 57kg 7番ミッキーワイルド 510kg マイナス2吉田彩の 58kg8番ロジックライン520kg プラス4内田優より59kg 9番サボドラファール532kg マイナス2津村明で56kg 10番サビこれからコースに入ります。馬体重が468kg 増減なし城下祐介58kg 11番スパー馬体重が494kg マイナス16コアタラミア56kg 12番スリーグランドは466kg 増減なし戸崎啓太57kg 13番高野龍儀516kg プラス4石橋氏57kg 14番ドリームは456kg マイナス4菅原誠56kg10番ブレイクウォリアー516kg マイナス10砂原明56kg 16番フィールドセンス542kg マイナス18北村博士56kg の記録です。そして2番のキラソール馬体重が472kg マイナス6ボディの極む56kg の記録です。今日のメインレースは青空の下行われます。ヤキステイクス10走メンバー14頭発走までお待ちください。